どうもお世話になっておりますピーチスと申します。本日実況させていただくのはこちら The House 2ということで、以前実況させていただいた The House フラッシュゲームの第2作目となります。こちらね、こちらもねフラッシュゲームなんですけれども、13歳未満のプレイはできないということで、こちらね動画の視聴の際もぜひともご注意ください。ちょっと読んでいきましょうか。 The legend has it that there is a house in a small town that has been closed and left empty for decades. The house... ということでね、ざっと読ませていただきました。こちらね、舞台となる The House は The House 1のね家とは異なるということで、今回は数十年前に一家心中、お父さん、お母さん、お娘さん、メイドさんがいな自殺してしまった家が舞台となっているということで、まあね、こちら裕福な家庭だったらしいですね。メイドさんとかいるぐらいですから。でもちょっとね、その自殺があった後、ちょっとこの家呪われてるんじゃないかということで、ずっと閉鎖してたと、廃墟になっていたと。でもね、その廃墟になった閉鎖された家の中から時折女性の叫び声が聞こえてくるという、近隣住民の噂もあると。入ってみちゃうみたいな感じでしょうか。行きましょう。The House 2! OK! 楽しみですね。まあ、The House 1もめちゃめちゃ怖かったんで、今回もこういう Get Inside から始まるのか、ほとんどドンということで、ちょっとね、今回も隠し要素がないか、いろいろ家の周りを探索していきたいと思います。探索といってもクリックしまくるだけなんですが、窓とかなんかある。今回はちょっと、くっきりしてますね、The House 1より。はい、入りましょう。あ、このように、目張りじゃないですけど、こうバリケードでもないですね。なんか木が打ち付けられてますね。素直には入れない。これを外せということでしょうか。ああ全部一気に入る。 You are now inside the house。 入りました。First, the living room ということで、前回はフォースルームだったリビングルーム、最初から行けるようです。まあ、家が違うんでね、入ってすぐにリビングルームがあるということなんでしょう。まあ、椅子がありますね、ソファ。あ、セーフティー。1964. ということ、1964年9月の19日。I can feel something strange in this house. I actually feel it since the first day I came to work here as a nursemaid. I am so afraid of that thing. Should I quit? ということで、1964年9月19日の、まあ、メイドさんの手記ですかね。こちらの家で何かちょっと怪しい気配がするというか、何かおかしい気がすると。まあ、この家に働きに、ね、メイドさんとして働きに来た日から、家政婦として働きに来た日から感じていると。やめた方がいいんじゃないかなということで。メイドさんはね、何か異常をすでに、自殺の前から感じ取っていたということで、一体どのような異変があるというのでしょうか。このゲームはまだ新しめ。The House 1に比べて新しいので、日本語訳が出回ってないということで。出回ってないというか、日本語訳バージョンがないということで、かなり。あ、これが旦那さんで、娘さんですかね。奥さん。ちょっとね、歯が出てますね。歯が出てる。にっこりと。結構、皆さん、クマがね、激しいですね。階段の上には未だ行くことはできませんね。まあ、これ、こちらにね、前回のように、5ダンジョンありますね。電気押せますね。特に消したりとかつけたりとかないようですね。押せるだけ。はい。特に変わってない。はい。特に変わってない。ああ、はい、はいはいはい。はい。電気通風口からこんにちは。大丈夫ですね。はい。ちょっと傷入ってます？前からか。ん？変わったとか。ああああ、メイドさん？メイドさん？家政婦さんですか？え？泣いてる？特に記述が変わってるということもない。はい。これ、消せるとか。ないですね。あれ？あ、あ、なんか、あ、大丈夫か。大丈夫かい？ああ、血が出てきた！通風口から血が出てきた！え？電気？手紙？押せません。写真を調べろと、この血の滴ってる。血というか赤サビでしょうか。はい、はい、あ、全然聞こえなかった。何？はい、ちょっとね、はい、これ押す。あ、あ
なんかメイドさんが髪落としてった。 Daughter's year of birth ということで、娘の生まれ年。なんですかこのメモ。娘の生まれ年、何年ですか、何年ですか、なんだよそれ、これに何の意味があるんだよ。娘さんの生年月日が、あ、変わってる。ジャニアリー 4th 1965 Something she talked long Something sometimes she talked long Sometimes she laughed at night And sometimes she called somebody ということで、彼女が誰のことだか分かりませんが、なんか一人でにね、喋ったり、夜にこう笑ったり、誰かを呼んだりしてると。どういうこと？彼女って奥さんですか、それとも娘さんですか。奥さんか娘さんがなんかおかしいと。1965年11月の4日ですね。まあ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 、まあおそらくドーターズイヤーオーバーストあるので、おそらく娘さんの様子がおかしいんじゃないでしょうかね。こうしてみる。ビリ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 、なんかこれ浮かび上がってた、こんなのあったっけ、え、こんなのあったっけ。あ、これだんだん濃くなってる。これかけない、あ、かけない、オッケーオッケーオッケー、え、すすり泣き、すすり泣き、女性のすすり泣きが、ビリ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 、あ、なんかいる、これなんか、ビリ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 、はい、どうぞ、ディオンバルース、イェーイ、イェーイ、イェーイ、お、わー、写真、写真、あ、電気電気、ビリ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 、どうだぜ、あ、She's not, she's not, she's not human とか、alive とか、そういう感じ。ああ、こっち見んなよ。あ、ダークネス、オーサイレンス。ああ、今回は嫌おうなく次の面に飛ばされるようです。次、セカンド。で、バスルームということで、トイレと、相変わらずトイレとバスルーム一体型。はい、開ける。お風呂。はい、開ける。お風呂。大丈夫。あ、ホーリーバイブル、聖書。神聖ですね。開けられない。表拍子しか見られないようです。ちょっとね、汚いですね。トイレ流せない。今回はトイレ、あ、流せる。はい。あやや、なんでもないか。そうか。何よりだ。ちょっと待って、シャワー音鳴ってない？はい！ホーリーバイブル！主イエスキリ！あ、ここ押せた。じゃ、グーチー！ジャグーチーの！はな、蛇口を流せる、蛇口をひねれる。水は通ってるようですね。これはでもトイレが流れないですね。はい！はい、ない！ホーリーバイブル、ホーリーバイブル、ホーリーバイブルの間とか。ないですね。意外と今回はクリックする場所が細かいですね。水流すよね。ああ、いる。ここいるわ。はい。3、2、1。はい、大丈夫。もう、来そうで来ないな。あ、あ、血が流れてる。ああ、水が流れない。うん、血が。ああ、何？あ、髪が出てきた。I am truly sorry for what I have done to… なんだこれ？ Our kid, please forgive me ということで、マジでごめん、マジで私たちの子供にしたこと、マジでごめんみたいな感じですか？マジで許してみたいな。え？ Our kid ってことは、ドーターじゃないか。息子さん？まあ、キッドってなかなか難しいですけど、娘さんか息子さん。でも娘って書いてあったから、娘さんを殺しちゃったりしたんですか？ご両親。ワルシー、ワルシーファミリー、ワルシーパレンツ。ホリバイブル。はい。おう。もう、蛇口はひねれないようですね。絶対ここいるわ。今度こそいる。3、2、1、開ける。はい、ない。あー！遅れてくるなよ。あー！勝手に開かないで。あ、勝手に開かないで。はいはいはい、流しましょう。水に流しましょう。ああ、I'm sorry for what I have done. ホリバイブ。
Oh, oh, no, 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 no. Holy Bible, Holy Bible, Holy Bible. ちょっと落ち着こう。ちょっと落ち着こう。スンって開くんでしょ、そんで。スンって。まあね、ここまでやってまいりました。まあ前回とおそらくほとんど同じところまで来たんじゃないかなと思う。前回というか先ほどね、やってた時と同じぐらい進んでるんじゃないかなと思います。ホーリーバイブル、ドンドンドン。ホーリーバイブル、ホーリーバイブル。なんかある?ないね。あ、もうこれで出る。はい!あ、いなくなってる。あ、forgive me, forgive me. Forgive me.許さねえぞ、俺は。俺は、ああ、何、誰、さあ、ザ・ベッドルーム。ベッドルームですね。さあ、第3ステージ、ベッドルーム。意外とね、バスルーム。先ほどの点、地点から簡単でしたね。簡単というか、進めましたね。手こずってたのは何だったんでしょうね。さあ、ベッドルーム、子供部屋みたいな感じですね。でも、2つある。なんでですか?双子だったと。何?オルゴールか。オルゴール!オルゴール!ならない!ならない!これ何?テリベア、テリベア。オルゴール。あ、なったなった。マウンテリンドリンドリンドリン。ドリンドン。何ですか?回しまくってネジ外してやるぜ!ダメだ。これは、娘さんの学生証かな ?Certificate of Adaption ということで。卒業証書みたいな感じなのか。ニコール・エ・マティちゃんという、ニコールちゃんですね。ニコール。ニコールちゃん、アプローブということで受領されたようです。なんだろうこれ ?Certificate of Adaption って。ちょっとわからないですね。テレビや!あ、笑ってる。で、ここにちょっとなんか、今までなかったなんか、血の跡みたいのがありますね。きよし、この夜か。全然記憶ないけど。あれや笑い、はぁはぁきよし。ずんどこ、ずんどこ、ずんどこ、きよしっていうことで。はい、特に何も変化ないね。あ、これ出生証書みたいな感じなのかな。で、The Day, The Year of the Daughter's Birth みたいなのが書いてあったから、1963年、1963年を意味してるんでしょうか。ん?でもまあよくわからないですね。あ、テレビは触ってももう笑い声しない。うりゃ、ま、じゃあ回し回ってやるぜ。意味ないか。意味ないようですね。ちゃちゃんちゃん。え?なんかあるあと。あ、ここになんかある。She comes every night. 彼女は毎晩やってくる。これはでも娘さんのベッドの上ですから。ん?確かに、娘さんは毎晩寝にくい、来ますでしょうけど、娘さんが書いてるとしたらお母さん。彼女って、あ、ここメモ一個一個調べることができますね。She loves playing hide and seek! 彼女はかくれんぼが好きですよと。お母さん、かくれんぼが好きなお茶目なお母さんということです。 Oh, she's really good in hiding. I never find her. というか、彼女はかくれんのがとってもうまいと。彼女見つけらんねえと。それもうね、面白くねえんじゃないか。一回も見つけたことないって面白くないんじゃないかと思いますけれども。ねえ、絶対この家から出てってんでしょう。調べた。 Who is? Who are you? 誰?あー、なに? Play with me. Play? やです。巻きまくって遊びます。サーティフィケートの意味教えてくださいます。あ、ハイド&シークだから探さないといけないんだ。そういうことか。どっかにいるっしょっていう。通風口 !NO! 窓の外?違う。ベッドの下。ベッドの下はお子さんなら探してるでしょうね。
タンスの中？違う。え？ここのアダプ、サーティフィケイトオブアダプションの裏とか。ん？だ、人間じゃないよね？それ、そこに隠れてるとか。え？いない？ああ、なに？急に絵調べ、ああ、はははは、もう一回調べよう、もう一回調べよう。あ、調べらんないじゃん。え、あ、え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 、ダサオ、顔、顔、顔、ローディング終わりか。え、え、あー、もう遅い。ずるいぞ、ずるいぞ。 For the working room、 職場ですか、書斎ですか。暗いですね。ローディングトラップが来るとは思わなかったわ。綱がある。綱が、綱連打、特に意味ない。これ何？え、電気つかないですか、というか、これ。あ、ついた。オッケー。ポイズン。ポイズン。ニトロですね。ニトリックアシッド。ニトロ。まあ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 、ポイズンですよ。ここはなぜか、なんか、雷さんの家みたいにこう、ガラスが割れてますね。これ何の紐だ、これ。下の階下まで繋がってますけど、ここ抜けちゃってるしね、そんで。マンダム。あ、なんかある。State Department of Health Bill of Birth Register。 あ、これが出生証書か。アレーナ、アレー、アル、アル、アレレ、アレーナルーチェさん。はい。あ、ということで、1947年10月の8日にお生まれになったアレーナちゃんの、アレーナちゃんの、ま、出生証書というか、ということで、1947、あれ？先ほどの女の子誰だっけ？あの、サーティフィケーション・オブ・アダプトメント、アダプションのやつ。あの子とはまた別の名前のような気がするんですが、双子だったのか、やっぱベッドが2つあったから。1947。ということで、果たして1947年、あれですよね、おそらく、この、メイドさんが言ってた、1947年ですよね、これが。電気消してみる！電気つけてみる！電気消してみる！電気つけて、つかない！つく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 。ポイズン！ポイズンオープン！できません。トーマスがありますね、トーマス。ポイズンの横にトーマス。このチェストは開けられないようです。なんだ、電気消す、つける、大丈夫。ポイズン、ポイズン、出生証書、出生証書、特に何もないよね。うわあ、もう、はい、出生届おとなしく見れるか。電気消そう。あ、なんか光ってる。あ、鍵、セーフルーム、イエス、セーフルーム、安全部屋、ありがとうございます。なるほどね、救いの手を差し伸べてくれたと。ポイズンでも食らいなさいよ、ニトロで爆破してやろうか。さよなら。あ、電気つ、あ、消えた。え、そうだよね。そりゃ何十年も放置されてたんですから、ここに死体があるわけないですよね。それにしても不気味ですね。ポイズン、出生届け。あ、ここにある。ベッドの下に何かありますね。あ、何これ。 I can't stand to see you。 わかんないな。ともかくこう見るに耐えられない人がいたと。この書いた方、お父さんですかね。見るに耐えられない人がいたと。ということで、安らかに眠れ私の子供ということで、まあ見るに耐えられない、何か子供に何かあってちょっと殺しちゃったということなんでしょうか。ポイズンとかあるしね。見るに耐えられない何かがあって子供を殺しちゃったと。娘さん2人いるから、2人今確認できてるから、その片っぽを殺してしまったということですかね。チルドレンじゃないから、チャイルドですから。あ、ここになんか影あるよ。あ、元からか。なんか、張り紙か、これ。え？あー、な
に12月24日1947はい、ポイズン。これだよね。あ、違うわ。これは生まれた時で、あれは生まれてちょっとした後に撮ったやつなのか。これ。え？なんか、見るに耐えられない部分があるんですか、これに。あ、え？ 12 月24日に殺しちゃったってこと？いや、あ！何？一瞬すぎてよくわかんなかった。ローディング詐欺ないよね。もうローディング詐欺ないよね。ローディング。お！セーフルーム。セーフ。金庫。金庫。あ、え？え？あ、わかった、これ。1947でしょ。ねえ。メイドさんもそうおっしゃってましたし。1945、6、7、オッケー。オッケー。か、金目のものはないぜ。うん。ということで、まあ、でも一切に満たないですから、こんな字を書けるわけないですよね。なんで死ななきゃいけないのっていうことで、ええ、なんか画面がちらつ、もう嫌なよが、あ、なんか出てきた、手足長い、ああ、え、やだやだやだ、お、落ち着け、来るぞ、落ち着け、あ、落ち着け、私には、ちょってん、ディンドン、ディンドン、ダンドン、この音楽があればね、どんな雰囲気でも怖くなってしまうという都市伝説があると思います。信じるか信じないかはあなた次第です。え？何も、あ、あ、あ、手形をクリック、あはははは、ノー、ノーウェイ、ノーウェイ。開けよう。ああ、消えた。もうあんまりこのステージインタラクティブないよ。手形、あ、出てきた、もうまたギャオってなる。あ、顔を隠して、いないいないバーでしょ。いな、ワンワンです、どうもみんな、ワンワンです、ワンワンですってかん、クリックできるよね。3、2、1、チョン。クリックしましたよ、クリックしましたよ。何回クリックす、はい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 、あああ怖えということで、 The house too is not true story, all for to see me. Message and story have been made up just for the assumption. There's no intention, no respect, discredit, and violate any personal toll. ということで、まあこちらはね、こちらの説明文はまあ、日本語で The House 1の時に出たと思います。ということでね、You found the key to the special room ということで、なんか、セーフルームに行くための鍵を手に入れたということで、これ何？あ、なるほどね。LINE があるよと。あ、皆さんどうですかこれ。私もね、ちょっとね、お気に入りに登録しておきたいと思います。これ何？許可しよう。あ、あーもうほっと、おいてめえら、チャンネル登録を忘れないよ。ほう。